まあ、うちが今オフィスアート、うん、やらせてもらってるけども、まあ正直オフィスアートの世界ではうちはトップランナーと思う。なんでかっていうと、やっぱり、まあ、件数とかもあるんやけども、それ以上にやっぱり質っていうものがやっぱりすごく伴ってるから。で、それは何かっていうと、まあ、オフィスをおしゃれにしようみたいな人たちはで、まあ、オフィスをおしゃれにするために絵を入れるみたいな人たちはいる。で、もっと言うと、まあ、ちょっと企業にね、ちょっとかじってみて、ちょっとそれっぽい絵描こうかみたいな人もおる。だけど僕たちがやってることっていうのはそうではなくて、オフィスに絵を極端な話入れなくてもいいと思う。別にそうではなくて、社員の方一人一人できればね、まあそれは叶わないから代表者の方になるんだけど、絵を、僕たちの絵の作り方、オフィスアートの作り方って必ず、社員さんたちと、企業理念についてのまずディスカッションをする。でその上でまず第1弾のラフスケッチを持っていく。でそうすると社員さんたちが普段、企業理念とかに対してはやっぱりなかなかこう、うちの企業理念のここがあんまりとか言えへん絶対に。だけどラフスケッチ絵だから、絵に対してはこれ好きとかこれあんま好きじゃないとかもう結構言いたい放題みんな言うねんな。でそれってね、長らくこの日本の会社の中であんまりやってこなかったこと、好き嫌い言うんじゃありませんとか、個人的感情仕事に持ち込むなとか言うばっかりで、私これが好きみたいなことを平気で言えるような会議ってあんまりない。だけどアートで持っていくと、スケッチ持っていくと、みんな自分の会社の理念について、私の理念の、あ、うちの会社の理念のここが好きやねみたいなことを、まあ、関西弁だけちゃうけどなみんな言うわけや。で、あ、これを繰り返していくわけ。そうするとだん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 自分の会社の理念についてどん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 個々人のエゴが出てくるわけよ。でもっと言うと、いや実はと、中にはね、他社のことを言う人もいる。いや、うちの会社は業界の中でこういう位置にいて、競合のライバルのずっと何々社がいるけども、そことは違ってうちはこういうところがええんちゃうかなって、私めっちゃ考えたんですよみたいな話を持ってこられたりとか、そういうなんかこう話っていうのがどん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 絵を通じることに出てくる。それをどんどん受け止めて次のラフスケッチを出してっていうのを何回も何回も繰り返して、最終的に壁画にする。そしたらその壁画っていうのは勝手にアーティストが描いたものじゃなくて、従業員の方みんなと一緒に打ち合わせして、でそれで何だったら同じ釜の飯を食うぐらいの勢いで、共にした時間から生み出されたアートっていうのは、間違いなくアーティストが勝手に描いたものではなくて、私たち、僕たちのアートになるわなと。でそれが企業理念を表しているわけだから、すごい精神的な支柱になる。でこれが俺はね、アフターコロナにおいて、リモートワークがどんどん進んだ社会において、この精神的支柱になるアートっていうのはめちゃめちゃ大事になると思う。でこれやっぱりオフィスを減らしたりとか、オフィスに集う時間を減らしたりとかっていうことが両方進んでいくと思うんだけども、その中でたまに来るオフィスにやっぱりそういう精神的支柱があって、なんだったらズームの時の背景にずっとそのアートがあるみたいなことが、必要になってくる。だから、僕たちのこの役割、オフィスアートの役割っていうのはこれからますます大事になってくる中で、一つちょっとだけ毒吐きます僕らオフィスアートやってるやんか。で一生懸命こう価値をや、提供している。で従業員さんともバチバチ打ち合わせをしながら絵を作っていくっていうことをやってる。そこまでやるからこそ、担当者の方から今まで言われた言葉、実際に言われた言葉や言うたのか、一つは、赤澤さんごめんなさいって言われた。え、なになに？いや僕最初態度悪くなかったですかって言われて、いやそんなことないですよって言いながらも、いや確かにその人ちょっと最初ね悪かったんよ。で実はと、あの社長から言われてこのプロジェクトが出来上がってアート入れるとかって話を聞いたけどもアーティストが来て、でなんかもう好きなように絵描いて、でそんなプロジェクトなんで僕がやらなあかんのっていう意識が正直ありましたと言われて、だけどプロジェクトを通じてやっていく中で、僕アートのこと舐めてました。アートここまでやるんですね。
赤澤さんたちオーバーオールズ山本さんアートのアーティストの山本さんたちほんまにやばいっすねって。さらに彼は続けた、僕子供に自慢したい仕事、一番今までの中で子供に自慢したい仕事、この壁画プロジェクトですとまで言っていただいた。じゃあなんでこんなセリフが出てくるかっていうと、やっぱりそこまで、その会社さんクライアントさんと真剣勝負してるから。だけどやっぱりアートに対してそういう好き放題描くとか、なんだろうね、まあアーティストが何ができるのみたいなところを思ってる人たちっていうのは残念ながら世の中にいっぱいいるし、もしかしたら僕もこの仕事してなかったら多分そう思っている。だからお願いやからオフィスアートをやる人たちっていうのは増えてくると思うんだけども、頼むから僕らのクオリティ超えてくれ。中途半端なことをしたクライアントからのクレーム僕にも届いてます。オフィスアート赤田さんたちが言ってるんだけど、もう少し、見積もりが、まあ、低いところにお願いしましたと。なんかそんなでしたわっていう話ははっきりと来てる。せっかく今オフィスアートっていうものを日本に広げていこう、そしてアートっていうものを広げていこうとした中で、やっぱりいろんな仲間アーティストの人たちにはどんどんここに参入してほしい。だけど真剣勝負してくれ。そこだけはちょっとどっか入っちゃうけど、でもそれぐらいやっぱりみんながアーティスト側がこのオフィスアートっていう土壌を通じて、いろんな一般の人たち、アートファンじゃない人たちにアートの価値を広げるっていうことはそれぐらい価値があるけども、それぐらいタフな仕事、まあ、それをオーバーオールズは引き続きやるし、もっといろんなアーティストさん巻き込んでいって、この日本をもうアートでどん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 埋め尽くしていこうっていうふうには考えているので、ぜひ、そういうご協力っていうのはいただきたいなというふうに思っています。以上です。